どうもということでね、ちょっと風呂入ってきたんで、これからホットケーキの材料を買いに行って作ろうと思います。ということでね、ちょっとホットケーキをね、作ったこと僕ないんですけど、どうしたらいいっすかね。いや、ちなみに親は今ねデイサービス行ってるんで言えないです。何を買ってきたらよろしいでしょうか。ホットケーキミックス、卵、牛乳。正直なこと言っていい？作りたくないっす。お金かかるし、めんどくさいし、ぶっちゃけ作りたくない。結構お金かかるんじゃない？だってもう最近さ、俺投げ銭ただでさえ減ってんのにさ、最近ただでさえ投げ銭減ってるのに、ぶっちゃけ作りたくない。お金もかかるし、めんどくさいし。まあでもやるって言っちゃったからやるけどね。泡立て器なんてもないっす。あのさ、なんかさ、生クリームのさ、あのもう作ってあるやつあるじゃん。あれって売ってるとこと売ってないとこあるんだよね。わかる？生クリームってさ、牛乳とか入れて混ぜるやつあるじゃん。あれだとすっごいだるいじゃん、作んの。だからもう最初から作ってあるやつあるじゃん。なんか作ってこう、なんか絞るタイプのやつっていうか、チューブみたいなの入っててさ。でもあれ売ってるとこが少なくなってきた気がする。昔売ってたのに。最近あれあんま見ないんだよね。エックスンシングス。何すかそれ。エックスシンス。知らねえよそんな。めんどくさいから調べません。てかさ、なんかさ、何を検索してみてとか言ってもさ、そんな、なんでさ、そんな知らない人からさ、いきなりさ、検索しろって言って検索しなきゃいけない。逆に俺が検索したいと思うと思うっていう。何のさ、その説明もなしに、こういうものだから検索してみないとかって言うんだったらわかんないよ。なんか俺の興味を引くように、ね、この画像、興味ありあ、関さんが、あのね、慎吾さんが、すごい興味ありそうだから、それで検索してみてくださいみたいなさ、こういうもんだからならわかるけど、その何のさ、検索するものの概要もなしに検索しろって言われても何も興味湧かないもん。興味湧かなかったらわざわざさ検索しようって気になんなくない？普通だってさ、ググるのってさ、なんか自分が調べたいなとか、興味を持ったりとか、調べたいなとかさ、なんか知りたいなと思ってやるやん、検索するやん。いや、生クリーム必要でしょ。あのホイップクリームのスプレーはね、あれ前買ったけど、あれ美味しくないのよ。あれ美味しくない。まあ一番美味しいのは、ほんと生クリームを牛乳から作ったやつが、あれが一番美味しいんだけど、だるいじゃん、多分それ。で、次にやっぱあの、チューブタイプみたいなやつあるじゃん。あの、スプレーのは美味しくないよ。うわぁ、やりたくねぇ、めんどくせぇ。てか、わかんないもんだって、俺そもそも。いや、ホットケーキに生クリームあったら絶対美味しいでしょ。いや、だから蜂蜜とね、蜂蜜っていうかメープルシロップとバターだけでホットケーキってそれなりに成立しちゃうけど、普通に生クリームとかあった方が絶対美味しいやん。あとできればね、フルーツとかアイスクリームとかあった方が、できればソフトクリーム、まあ、ソフトは無理だけどさ、そっちの方が絶対美味しいからね。ホットケーキはバターとメープルだけでもいけるんだけど、てかオーソドックスなのはそれなんだけど、生クリームとかそういうのあった方が絶対美味しいじゃんっていう話をしてる。
できることならやりたくない、めんどくさい、そんなのいろいろ買ったらいくらするんだ、 2,3,000 ぐらいかかんじゃないの、マジで。いろいろなんかフルーツとか買い出したら 2,3,000 ぐらいしちゃうんじゃない。風呂上がりっすね。どうしたらいいんだろう。俺作ったことないからわかんない。生クリームのさ、生クリームってさ、泡立て器なくてもあれ、泡立つ、あれ。なんかあの、シャカシャカするやつか。あれが必要か、シャカシャカするようなやつ。多分、うちにシャカシャカするやつない気がするんだけど。料理しないし。あと、あるかな。あるじゃん、泡立てのやつみたいなやつ。家にないと思う。あってもどこにあるか分かんない。だって料理しないから。うちの親も俺も料理しないから、あるか分かんないし、あってもどこにあるか分かんない。クリスマスシーズンだからチューブ式の売ってる。ああ、なるほど。できればチューブ式のがあれば楽なんだよね。まあ、シャカシャカした方が美味しいけどね。どうしたらいいんだろう。できるかな、僕に。てか、いくらかかるんだろう。ホットケーキミックスと、あと牛乳ないから買ってくる。で、卵は多分今ないから、もうこれだけで500円ぐらいするでしょ。で、あとバター、メープルシロップ、これ1000円ぐらいか。で、あと生クリーム、あとフルーツを、いろいろ買うと1000円ぐらいはするのかな。2000円ぐらいかな。まあ乗せるものによるよね。2000円も出して、2000円もお金出してそんなめんどくさいことやるの。いちごもさ、そろそろ季節じゃね？ちょっと早いのかな、まだ。あの、花園にあるいちご農園のくっそ高いいちご。あれとか乗せたら超豪華だよね。そろそろ売ってんじゃない、あれ。ちょっとまだ早いけど。これを乗せたら最強なんじゃない？高いけどね、これ。結構高いけど。だいたいこれだけで2000いくらとかだね。そしたらもうホットケーキ自体よりイチゴのが高くなんじゃないのみたいな。
どうしよう。ホットケーキ。うん。配信者できない豪華なやつだね。こんなヒカキンやってればいいんだよ。そんなの金稼いでんだからさ。俺なんかもう最近投げ銭減ってるから。ああヒカキンやればいいだろ。ヒカキンがそんなの。ああ100万円のホットケーキ作ってみたとかやればいいじゃん。そんなの。花園農園ってやってんのかね。もう高いからな高いんすよね、あそこのいちご。まあいっか、普通のいちごでいいか。普通にスーパーで売ってるやつでいいか。あと、ちょっと、ね、時間かかるからね。いけなくはないんだけど。花園いちご、いつからやってんだろうね。12月頃から5月末ってある。じゃあもうやってるっちゃやってんのかな。コトカがずっとスンゴの話してる。あ、ほんとっすか。なんて言ってんの。あ、12月頃から5月。まあでもいいか。まあさすがにいちごめんどくさいんだよな、行くの。さすがにだるいな。一つのスーパーで完結させたいもんな、材料は。うん。よし、じゃあとりあえず行くかな。うん。スーパーでいいや。もうスーパーで調達しましょう。じゃあ、とりあえず買うものは、なんすか、バニラエッセンスと、ホットケーキミックスと、いや、配信はしません。電話されるから。ちょっと今のうち買うものを、メモっとかないと。メモるっていうか、覚えとかないと。バニラエッセンス、ホットケーキミックス、卵、牛乳、バター、あと生クリーム、
まあ、あと適当にお好みでフルーツか、あとアイス、アイスは何がいいかな、そう、あの氷がシャリシャリする層と普通のスーパーカップだったらどっちがいいと思う？層のがいいよね、なんかね、うん普通に考えたらあの層の感じはいらないと思うのよ。でもそう思うからこそあえて層のが良くない、うん、層のバニラがってくるハーゲンダッツ、いやハーゲンダッツはあんまり向かないでしょ。泡立て器なんてうちにあんのかな、ちょっと見てくるわ、を買って泡立て器ないっすね。泡立て器なんてものないっすね。泡立て器も買うのか、あのこうやつでしょ、こう回すやつでしょ、こうくるくる、はあ、めんどくせえなー、めんどくせえな牛乳を乳から絞ってほしい、そこそこまでやります？わあ、また金かかんじゃん。わあ、やりたくねえ。やりたくねえ。ホットケーキなんかに別に、いらないよ、食いたくないよ、別に。やりたくねえ。なんでホットケーキ作るって言っちゃったんだろう、やめていいですか、もう。やりたくないよ。あ、そういえばなんかね、雑談タヌキ見たら、なんかね、リザードの服を着て、表参道を歩いたら、みんななんか、あの、指さして笑われるぞって書き込みあったんだけど、本当なのかな表参道をリザードの服を着て、来たら、周りの人に指さして笑われるって書いてあったんだけど、本当なんですか、それ。なんか、雑談タヌキに、なんかそのリザードってどうなのみたいなスレが、まあ、俺の雑談タヌキに、あいつが着てるリザードなんてこんなもんだぞ、みたいな感じで書いて、みたいな書き込みがあって、で、それが、なんかその、リザードって実際着心地いいのみたいな、リザードのなんかこう、感想の掲示板みたいなのがさらされてて、そこに、リザードなんて表参道歩いてたら、着て歩いてたらね、あの、指さして笑われるぞって書いてあったね。風船どうも。うん、なんで表参道なの？表参道が俺どういうとこだか分かんないからさ。表参道に集まる人がどういう系の人だか分かんないから、どういう笑いだかがよく分かんないね。うん、あ、金持ち？あ、金持ちが集まるとこってことか。なるほどね。そういうことか。なるほど。
あ、表参道はおしゃれでお金持ちがいるからってことか。なるほどね。そういうことか。確かにリザードのコンセプトってあのすごいなんかさ、すっげえ高いあのブランドとかが使ってる生地を安い価格でやるっていう、なんかそういう商売なんだけど、そういうキャッチフレーズじゃない、なんていうの、そういうのがあんのよ。本当にね、あのもっと何十倍もするようなあの高級なブランドがあの使ってる生地を安い価格のまま提供しようっていうのがコンセプトなんだけど、でもそんなのさ、ぶっちゃけさ、物は言いようなとこもあるんだろうなと思った。うん。だってさ、ぶっちゃけさ、そんな素材を言い出したらさ、切りないじゃん。まあ素材にももちろん高い安いってあるけど、なんかさ、そんなブランドのものとかもさ、あんなのだって全部、ぶっちゃけぼったくり価格っていうか、あえてブランディング商法で、あえてそのね、物の価値を高めるために、あえて高めに設定して、なんかこう、売ってるわけじゃん。素材の原価で言ったら多分、すごい安いものなんかいくらでもあると思うね。それこそビトンのものとかだって全部安いと思うよ。ぶっちゃけ物は異様だよね、それね。素材の原価言い出したらね、じゃあ買いに行けます？スーパーに。あー、やりたくない。なんでホットケーキ作るとか言っちゃったんだろう。あ、こんにちは。とりあえず何買えばいいんだよ。ちゃんと買い物できるかな。あ、いいね、どうも。あー、なんでホットケーキなんか作るって言っちゃったんだよ。やりたくねえ、やりたくねえよ。ああ、普通にめんどくさいよ。お金かかるよ、ホットケーキなんて。鎖骨どうも。あー、来たー。入社だから大当たり来たー。ボーナス1250ポイントゲット。やったー、やった。1662ポイント来てる、これで。やった、アラブの石油、ウィンドウズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソーマス。しかも大当たり出てる、これ。大当たりって多分これ 1% とかじゃない、確率。違うかな。ジャックポット大当たりがなんか 0.1% で、あの、溜まったのが来るやつでしょ。あー、リベンジャーさんから、サンタクロス、やった、アラブの石油、ウィンドウズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソーマス。やった、ホットケーキ代が出た。ホットケーキ代が。俺に2482円。あー、来た、また来た。2482円来てる。アラブの石油、ウィラーズ、ビルゲイツ、ソフトバンク、ソフトバンク。やったー。ベンツベンツベンツゲッチュー、ベンツベンツベンツウォンチュー、ベンベベンベンベベン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 。何を買ってもリスナーの金なのさ。ありがとうございます。そうさ、俺たち底辺フワチューバー。ありがとうございます。やった、当たりが出たからでかいわ。当たりのボーナスポイントがでかい。2482ポイントこの枠来てるからね。ホットケーキ代出たんじゃないこれ。やった。
何買えばいいんだろう。ちょっと待って、これ一回ラジオにするよ。大丈夫かな、大丈夫かな、ラジオだったらいけるかな。3060円で3個買った。そこなんか1個1000円ぐらいらしいよね。なんか3個買い、3個で3000円ぐらいらしいから、還元率めっちゃいいっすよね。まあ当たりが出たからだけど。大当たりってこれ多分めったに出ない。2482円来てる。あ、でいいねが多分これ3円だから2479円来てんのかな。当たり出なかったらこれ還元率低いんだろうね。うん、まあでもあくまでその当たりもひっくるめての期待値というか平均値にはなるけど。よいしょ。じゃあね、とりあえず皆さん買うもの教えてください。買うもの教えて。はい、消毒。卵ってどこ売ってんだ。いちご買うか。うん、とちおとめ買うか。498円1パックいちご買います。バナナとかもやっぱ必要かな。バナナ買います。みーちゃんバナナ298円。まあでもバナナといちごだけでもいいんじゃない。パイナップルとかあってもいいけど、パイナップルだるいからな。まあいちごとバナナだけでいいでしょ。メリークリスマスニコラス、やったー、ありがとうございます。やったやったやった。あと泡立て器買わないとか。泡立て器ってスーパー売ってるよね多分。泡立て器ってスーパー売ってますよね。どこに売ってるんだろう。うわーマジか、どこに売ってるんだろう。あった、これか。売ってました、泡立て器。あとはなんだ、牛乳卵か。あ、メープルシロップ売ってるかも。メープルシロップこれか。うわ、チョコレートシロップってのもある。まあでもメープルにしとくか。メープルシロップ高えな。538円する。ケーキシロップカロリーハーフが259円。あ、森永のケーキシロップ これでいいや。こっち安い、259円。バニラビーンズエッセンスってのが、これバニラエッセンスですよね。あ、これか、普通にバニラエッセンスあったわ。これか、バニラビーンズエッセンス。あゆきさんリースにコラス、やったー、ありがとうございます。やったー。ホットケーキミックスいっぱいあるけど、どれ買えばいいんだろう。ケーキのようなホットケーキミックスってのがある。あ、シルバリアファミリーのがある。うわ、かわいい。シルバニアファミリーの当たるかもしれない。対象商品でも2個買わないといけないのか。まあいいや、普通のやつでいくか。森永ホットケーキミックス、材料
ミックス、卵、牛乳だって。これ何個分なんだろう何個分なのかが分かんないな。バニラエッセンスいらないですか。あ、じゃあ戻す。これ、あ、そういえばなんか昨日ミックスの中入ってるって言ってた人いたな。じゃいらないのか。うん、ミックス、卵、牛乳。じゃあどんぐらいこれ作れるんだろう、わかんないな。まあいいや、2つぐらい買っとくか。じゃわかんないから、あとはと牛乳と卵かな。と牛乳と卵。卵ってどこ売ってるんだろう。牛乳と卵。わ、普段スーパーなんかほぼ来ないからさ、売り場が分かんないね。あ、牛乳あった。どうしよう、どの牛乳がいいかな。しっかり濃厚 4.4 牛乳にしようかな。濃厚なやつの方が美味しいからね。しっかり濃厚 4.4 牛乳。牛乳1本で大丈夫かな。1本で大丈夫か。まあ、普通に飲んでも美味しいけどね。あと卵か。卵ってどこに売ってるんだろう。卵売り場が分かんない。どこだ。でもまあ冷凍だよな、普通に考えて。冷凍なとこだよな。卵の売り場が分からん。あった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 。うわ、なんかいろいろある卵。どれがいいんだろう。卵にもいっぱい種類があるんですけど、どれがいいんだろう。高いやつの方がいいんですかね。高いやつにする。まあ言うても100円ぐらいしか買わないけど。うわ、一番高いの6個で299円する。なんか殻が白じゃなくて茶色のやつ。ヨード卵光。あ、確かにヨード卵光美味しそう。でもヨード卵光の卵は売ってないですね。まあいいや、適当に買うか。森の卵ってのがある。これちょっと高いよ。6個で229円。森の卵にする。生命の恵み、輝き赤。森の卵にするか。まあ金額的に言ったらちょっと高めだけど、これにするか。じゃあ森の卵にします。卵6個で足りるよね、別に。あとアイスだな。そうにし、でも本当にそうでいいのかな。雪見大福とか添えても美味しそうだけどね。本当はソフトクリームとか添えれれば美味しいんだけど、ソフトクリームは無理だからな。どうしよう。あ、でもやっぱどっちかっていうとスーパーカップの方が無難かな。スーパーカップにしとくか。これスーパーカップのバニラってあんま好きじゃないんですよね。
よし。よし、オッケー。こんだけで、こんだけでいいでしょ。あ、そっか、バター。バター。バターか。なんか固形のちっちゃく切れてるバターみたいないかな。ないな。うん。切れてる固形バターがない。いや、ないっすね。チーズならあるけど。ないな。あ、そうだ、あと生クリーム、生クリームだ。忘れてた。生クリーム買うの忘れてた。あ、あるじゃん、ラクラクホイップ絞るだけ。あるじゃん、これでいっか。これでしょ、これ絞るだけって。あるじゃん、ラクラクホイップ2個買うかよ。どんくらいの量なんだろう、これ。あんま大きくないもんな。まあいいや、3個買うか。こんなもんかな。3個いらないですかね。いやでも生クリーム多めのが絶対美味しいからね。まあいいよ、3個でいいよ。あとあれはバターは、バターがね、固形のがないんだよ。固形のっていうか、なんていうの、あのちっちゃい、ほら切れてるようなやつっていうか。うわ、すげえ高いバターあるよ。マリンフード、ミルク食べる香り立つバター、たっか980円だって。やば、これめっちゃうまそうやな。これめっちゃうまいんだろうな。ミルク食べる香り立つ、なんて読むんだこれ、なんとかバター、塩が入ってるってこと。やばい、これ950円税込み1026円。これやばいっすよ、高っ。どうしよう、まあ普通のバターでいいか。塩入ってるやつでしょ。あ、そうか、トースト用か、塩入ってるから。トーストに塗ったら美味しいやつね。塩入ってないやつの方がいいか。じゃあまあ普通に雪印のバターかな。まあいいや、なんかあのできればカットされてるやつがいいんだけど、カットされてるやつがないから、普通にカットされてないやつ買います。こんなもんかな。やばい、これ絶対2000超えるだろう。これ結構いくぞ多分。え、雪印のバターでいいんじゃないの。え、塩が入ってるバターの方がいいですか。
じゃあこの高いさ1000円の買う、1000円のバター買います。じゃあ税込み1026円。え、でもこれ買ったら多分3000円ぐらいいっちゃうよ多分。マジでこれいったら多分3000円いくぞ。え、多分3000円ぐらいいくんじゃないの。いや下手したらこれ3000超えるんじゃない。わ、いくらなんだろう。え、じゃあ誰か2000円分のアイテムを投げてくれ2000円分のアイテム投げてくれたらこのバター買えるんですけど。え、これ絶対2000円じゃ効かないと思う。え、いくらだろう。パッと計算するけど3、4、5、6。え、多分これ3000円ぐらいするよ多分。下手したら3500円ぐらいするんじゃないこれ。多分これ3500円ぐらいすると思う。え、いくらだろう。ミックス一つでミックス一個戻してくるか。ちょっと高くなってきたからミックス一個戻す。まあ確かに一個でいいかミックスなんて。いやでもいいや、もうめんどくせえ、もう売り場戻るのもめんどいからいいや。え、これいくらするんだろう。やばい、これ多分3000超えるぞ。うわ、これ多分3000どころじゃないわ。下手したらこれ4000ぐらいいくぞ。3500円ぐらいかな予想。あゆーさん、リーソーダスあります。いや多分3000超える。いや3000は絶対超える。これN3700円ぐらいだな予想。ほぼ4000くらいいく気がするんだが。多分ね N3700円ぐらいだと予想する。あとあの袋ください。あ、はい。あ、カードで。
4211円って。この枠で来た金額、俺に来た金額ね、3206円なんですよ。赤字なんですけど、この枠で見たらだけど。あと2000円分投げてくれればこのお金全部出るんですけど。あー、ゆうさん、リーサーです。半分抜かれるんで、約皆さんが1000円分ぐらい投げてくれれば赤字なんですけど。4211円でした。あー、来たー、ビービーパパさんからサンタクロス、やったー。ふー、パンパパン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 、ふー、パンパパン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 、ふー、来たー、やったー。今来たの3716円、あと500円ぐらい足んないっす。あと400円ぐらいかな。これ当たりが出ないと還元率悪いんで、あと400円ぐらい足んない。あー、ゆうさん、リース、やったー、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、3816円、あと400円ぐらいか、あと400円ぐらい。誰か、あと1000円ぐらい投げてくれれば、この、あー、ゆうさん、リーサーです。あ、3916円、あと300円ぐらい、あと300円ぐらい。あゆさん、靴下です。あ、延長代もったいないんで次枠いきますね。あ、3960円、あと250円ぐらい、あと250円ぐらい。誰か、あと500円ぐらい投げてくれれば、この枠内に回収しましょう。あと2分ぐらい。あー、ハッピーアピザーだす、靴下だす、靴下さっき来た、マジっすか、ありがとうございます。ここは皆さんの力で乗り切りましょうって。あと200円ぐらい、200円ちょい。ここは皆さんの力で乗り切りましょうって。アリュースさん、来たー、各自、あー、東京エルガトー、花火来たー、おまいがー、アラブローセン、興味のゼロビルゲイツ、ソフトバンク、ソフト、やった、4693ポイント来ました、やったー、ありがとうございます、黒字になりました。4211円かかったのが黒字になりました。あと、クルーとクリスマスブートです、次枠いきますね、ありがとうございます、ありがとうございます、皆さん。ホットケーキ代が出ました、ありがとうございます。あ、ずるさん、クマシャンゴコ、やったー、ありがとうございます。じゃあ次枠いきますね、次枠。あ、重い、
重いな。よっしゃ黒字だ、こっからは黒字だぜ、こっからのアイテムは黒字だぜ。よいしょ、よし、じゃあ次は行きますね。よいしょ、あ、もう家に入ってからにするか。もうそこ家なんで、家に入ってからサムネもね、ちょっと材料移していきますか。多分ね、1分か2分後ぐらいに撮ります。1分2分ぐらい後に。よいしょ、じゃあね、次役も1分か2分後ぐらいには始めるんで、次役も皆さん来てください。お疲れ様でした。